こんにちは、バーズフットボールアカデミーのシュウコーチです。今日はですね、トラップのタッチ感覚が向上する親子でできる練習メニューを紹介していきますので、ぜひやってみてください。このチャンネルでは小学生向けにサッカーの解説動画とかたくさん上げてるので、よかったら今のうちにチャンネル登録よろしくお願いします。はい、じゃあやっていきますね。で、今日やるトレーニングなんですけど、親子でいてもらって、僕が子供でちょっと親役をちょっとやってもらうんですけど、まずは、お父さんお母さんがボールをこのコーンを四角く設定して、その中に投げてもらいます。ルールは簡単です。飛んできたボールをこのコーンの中にワンタッチで収めてあげてください。まず一つ目はつま先コントロールですね。はい、これがギリギリクリアですね。本当はもっと綺麗に止めたいんですけど、もう一回、はい、はい、こんな感じで、コーン内に止めてあげましょう。で、返すときはできる子はループでこうやって返してあげましょう。手の届くところにっていう感じでですね、つま先を使って指のあたりに当ててあげることがポイントになるので、こう指に当ててちょっと引いてあげるイメージでやってあげてください。じゃあ2つ目のメニューですね。2つ目がインサイドトラップです。同じように投げてもらって、それをインサイドでコントロールしてコーンの中に収めます。はい、はい、ギリギリセーフです。はい、こういう感じですね。これが真ん中に止まれば止まるほど OK です。はい、こういう感じでボールが止まった時にコーンの中にあれば OK です。で、返す時はループでちゃんと返してあげる。で、これもポイントとしてはインサイドリフティングと似てるんですけど、膝を外側に向けてガニ股にしてあげることですね。ガニ股にすることでこのインサイドの面が、平らな面がボールに向いてくれて、トラップが非常にやりやすくなるので意識してやってみてください。はい、こうですね。はい、これで止まった時にコーンの中にあればクリアです。で、ループで返す。ここまでセットでやってください。はい、次は3つ目、アウトサイドで止めていきます。はい、はい、これでちょっと転がっちゃったんですけど、こんな感じでやってってください。これがコーン内に止まればバッチリです。はい、はい、こういう感じで、止めてってあげてください。で、返すときはループで返してあげます。これはポイントは膝を内側に曲げることですね。膝を内側に曲げることでアウトの面が出てきてくれるので、トラップが非常にやりやすくなります。はい、この3つすごく楽しく練習できるし、身につくと思いますので、ぜひやってみてください。はい、今日の動画は以上です。ありがとうございました。